二つの世界は接続されている、双子のように。一つが生き延びるため、一つが犠牲となる。シア、何か見つかったか？特殊パターンの ID カードだけ、他には何も。了解、そちらに向かってたところか。状況が変われば連絡してくれ。何？不安定ね。早く転送装置を止めないと。シア、所属不明部隊が実験室に向かっている。久しぶりだな、シア。カーター、どうしてあなたが。この件には首を突っ込むな。当時のウェイクも君みたいに頑固だった。一体何があったの？まさか北極に隠された浮遊大陸。あの二人は実験室で見た光と同じだ。行ってみよう。
ラップルの2個もいるはず。洞窟の入り口ね。どこに続くの？兵士の残骸だらけ。ここで何が？しまった！待ちなさい！地面の石板と似た模様ね。この模様と円盤の数字は何か関係があるはず。光に気づいたみたい。早く追わないと。
ここは秘密の通路。反応が激しくなってる。ここは博士が言ってた迷いの森。人、嫌な予感がする。霧を操ってたみたい。安全に降りられそう。まずい、もう崩れ始めた。
クレーンと水中の石板が関係してるみたい。登ってみるか。カーターは去ったよね。どうして仕掛けの秘密を諦めたの？石柱の鎖が使えそう。これでクレーンに登れるかな。この彫像はカーターが探してた宝のはず。彫像を博士に持っていこう。何か秘密があるはず。扉が開いた。ここから出られるはず。まずい。前に来た場所ね。
後ろに部屋があるなんて。ここで何があったの？モンスターにやられたわけじゃない。血痕が固まってない。それほど時間は経ってないはず。何者？どうして人を吊るしてるの？メイクが心配ね。